マスター、ケツ持ちはどこです？おっしゃってる意味が分かりません。そういうのが暴力団の資金稼ぎの助けになってるんです。あんまりヤクザなめんじゃねえ。ヤクザだったら絶対に許さん。今からでも立件だ。いや、それ以前に店には絶対に入れん。一滴の酒も飲ません。私の先生は宮本さん、あなただ。受けてやろうじゃねえか。おい、作れよな。こういうことわざご存知であろう。後悔先に立たず。税金で働く政治家がその税金をもっとも無駄に使ってる。私らヤクザよりよっぽど悪党です。しかし商店街の連中がどうかな。難しい問題だよ。現段階で警察は受けません。民事不介入ですから。今宵もお時間の許す限り十分にお楽しみください。